はい、皆さん、おはようございます。今日はですね、英語講座の第68回をやっていきたいなと思います。不定詞ね、前回からやり始めまして、前回はかなりこう、なんていうんですか、いろんなことを言ってしまったなと思います。まあ、でも不定詞っていうのは、ちょっとね、奥が深いと思うので、何回かに分けてやっていきたいと思います。で、不定詞っていうのは、定まらない言葉だったっていうことですよね。3つほどに意味があるんですけれども、いつも同じ意味になるというわけじゃなくて、こういうふうに3つに分かれちゃうんで、定まらない言葉だよということでした。じゃあ、その3つありましたけども、そのうちの1つ目、今日やっていきたいなと思うんですが、それが、まあ、このポイントに書いてある通りですね。まあ、不定詞っていうのはどういうふうに作るの、英語でどういうふうに作るのっていうのは全部一緒です。3つの意味全部一緒なんですが、まず to っていう単語を置いて、その後で動詞の原型を置くっていうね。run だったら runs とか ran とか過去形とか running とかじゃなくてですね、run。もう、run だったら run。take だったら take、ね。っていうふうにやるのが動詞の原型でした。で、これが、まあ、公式なんですが、それを、書くことですね、3つの意味があった。でも、その1つ目がすることという意味でしたね。というわけですね。で、これ昨日も言いましたが、前回も言いましたが、ことづけの話なんで、実は動名詞と同じようなことで使える場合があります。全部が全部使えるわけじゃないんですよ。はい。今日で言うと、3つ目と4つ目がね、実は使える、例文になります。で、することっていうふうに言ってるんで、ことは動名詞でしたと。動詞が名詞になるっていうことなんで、名詞的用法になるわけですね。別に名詞的用法だどうだっていうのは覚えなくていいんですが、あ、名詞として使ってるんだなっていうふうに、分かってもらえばもう十分だと思います。はい。今回は、to 不定詞ね、を使って名詞として使ってるよっていうことを、分かってもらえば十分です。はい。じゃあ、それを感じてもらうための例文を4つ作ってみました。1つ目からいってみましょう。こちら。I like to eat sushi。ね。I like to eat sushi。というふうな、まあ、なんか分かりやすそうな感じなんですけどね。で、多分、ほとんどの人これ訳せると思うんですよ。はい。皆さん、どう訳します？日本語にね。私は寿司を食べるのが好きです。みたいに訳しませんか？はい。で、実はそれで OK なんですよ。はい。だけど、これがどういうふうになってるのかなっていうことをちょっとだけ、ね、説明したいと思います。で、まずは、I like ですから、好きっていうことですよね。はい。好きってなってて、to eat っていうふうになってます。あ、これってもしかして、to と動詞の原型なんじゃないの？正解。これが to プラス動詞の原型なわけですね。to プラス動詞の原型。はい。実はこの後もやりますが、to プラス動詞の原型。to 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 プラス動詞の原型。これ be っていうのは原型ですね。はい。こういうふうになってるので、することになります、これ。はい。なので、私は寿司を食べることが好きですってなんですね。私は寿司を食べることが好きです。というふうになります。はい。なので、これがまあ、私は寿司を食べるのが好きですっていうふうになるんですけども、これは食べることが好きだと。はい。というふうになります。ね。では次、二つ目。まあ、結構あっさり一番目いっちゃいましたが、二つ目。He wants to go abroad. He wants to go abroad. っていうふうな文です。ちょっとね、2つほど難しいかなと思うところがあります。まずはこの want って言ったのね。これは欲しいという意味ですね。欲しいという意味がもともとあります。聞いたことありますかね。はい。欲しいという意味ですね。はい。で、次、こちらですね。abroad っていう単語ですが、これは今、なかなかやることが難しいんですけれども、これ、海外にという意味なんですね。はい。海外に、海外へ。まあ、えとか、ににしましょうかね。にとも言うんです。はい。で、まあ、なんでこういうふうに言うのかっていう、ちょっと語源を調べてみたんですが、えっていうね、あってつけると、何々の方向にっていうふうな意味を表すことができると。で、broad っていうのは広いっていう意味なんですね。ブロードウェイとかにね、言ったりしますけれども、broad っていうのは広いっていう意味なんで、広い方向に行くってことですね。はい。まあ、日本っていうのは島国なんで、まあ、海に囲まれてますけども、国を出るってことはもっと広い世界に出ていくってことなんで、abroad っていうのは海外だということなんですね。はい。まあ、ちょっとうんちくっぽいこと言いましたが、これで何が言いたいんでしょう。He wants to go abroad。 はい。これ日本語にしたらどうなると思いますか？彼は海外に行くこと、あ、to go ですもんね。はい。
to 不定詞、to プラス動詞の原型、to go だから、行くことって言ってるんですね。はい。彼は海外に行くことが欲しいっていうふうなのがベタベタな直訳ですね。彼は海外に行くことが欲しいって言ってるのが直訳です。ね。to 不定詞、to 不定詞。ね。じゃあ、行くことが欲しいっていうのは、要はどういうことなんですか？ね。日本語に直してみましょう。自然な日本語に直したら、彼は海外に行きたいっていうふうな意味になりませんか？行きたい。何々したいという意味になりませんか？ということですね。はい。なんで、もともとはですね、to 不定詞で、to プラス動詞の原型ですることっていうふうになってるので、海外に行くことが欲しい。海外に行くことを望むっていうふうに考えたらいいんです。ね。ですが、もうちょっと楽な方法としてね、この want to っていうね、表現があります。これはちょっと書いておきましょう。want to ね。まず want ですね。で、その後 to。こういうふうに言って、実は、何々したいというふうな表現になります。何々したい。というのも、この後に続く単語が動詞の原型になっているので、何々することを欲しい。何々することを望む。ということなんで、何々したいというふうな意味になります。はい。これはもう日常生活とか、まあ、学校で英語を使うとか、仕事で英語を使うとか、もうめちゃめちゃバンバン出てきますね。want to ね。I want to とか、we want to, he wants to, she wants to, they want to, they want to ね。というわけで、もう want to というのはもうほぼ 100% 暗記できるというか、これが覚えられないことはまずないと思います。もう毎日出てくるので、英語で生活してるとね。はい。というわけで、何々したいという意味もあるということですね。want to でいくとね。なぜですか？ want to の後で出てくる to 不定詞ですることという意味になるから、海外に行くことが欲しいっていうのは、海外に行きたい、したいという意味だからですね。はい、というわけで、2つ目が終了しました。じゃあ3つ目、4つ目はですね、ちょっと思考が変わってますけれども、まあ基本的には一緒です。3つ目、to see is to believe。はい。to see is to believe。どうでしょうか？これを見て、なんかちょっと数学っぽい感じがしてくるかもしれませんが、まずこの to 不定詞、はい、やりました。ね。to see 不定詞ですね。で、もう一つ to believe。これも to プラス動詞の原型ですから、不定詞することになります。じゃあ、これって訳したらどうなるんですかということですね。まあ、この2つに分かれるわけですよね。はい。これは訳したらどうなるんですか？直訳したら。to see だから見ることですね。これが見ること。で、もう一つ、これは believe っていう単語はね、聞いたことありますかね。これ実は信じるという意味です。信じるね。はい。まあ、世の中の日本の曲でも believe なんていう曲のタイトルって多いと思いますね。信じるという意味ですね。ということで、見ることは信じることですっていうふうに言ってますね。見ることは信じることですと言われて、うん、なんか分かったような分からないようなっていう感じがすると思いますが、実はこれことわざなんですね。はい。まあ、見たら、物事っていうのは何かを、見たら、もう一発で信じるでしょってことですね。はい。というわけで、何か物を聞くだけじゃなくて、それを実際の実物見たら一瞬で信じるでしょ。だから見ること、すなわち信じることだよって言ってるわけですね。これをことわざでなんていうか、百聞は一見にしかずっていうわけですね。百聞は一見にしかず。皆さんもしこれ聞いたことなければ、もちろんググってみてください。まあ、一発で物を見たらわかるでしょ、そのことを聞くだけじゃなくて、見てほしいってことですね。はい。これ、百聞は一見にしかず。もしかしたら高校入試とかで出るかもしれません。大学入試では出ない、まあ出るかもしれませんけどね。百聞は一見にしかず。to see is to believe。はい。で、さっき言った、このすることっていうのはね、意味をずっとこれやってますけども、同名詞でも対応できるっていうのは言いましたよね。名詞的用法って言ってますが、同名詞でも代替できます。代わりに使えますから。これ実は言い換えるとですね、まあ、イコールで言いましょうかね。これイコール、まあ、seeing、ね、is believing というふうな、表現でも言い換えることができます。to see が ing、まあ、to をもちろん取って、C っていうのを ILG に変えてます。同名詞にしてます。ね。これ見ること。で、それが is 何々です。believing。これは believe に ING をつけてますが、
最後、E ついてるんで、この単語ね。Believe の綴りね、確認しておきましょう。B, E, L, I, E, V, E ですね、はい。で、E で終わってるので、これで ING つけるときは、E の代わりに ING ですね。E の代わりに ING というふうになります。これで百聞は一見にしかずということですね。まあ、聞いたこと、文字で見たらこういうふうになりますね。百聞は、ね、百回聞くことは、ね、百聞は一見にしかずということですね。一見にしかず。ということですね。はい。というわけで、100回聞くぐらいだったら1回見た方がいいよということですよね。はい、ということでした。これはことわざね。じゃあ最後、4つ目ですね。はい。これは、子供が、まあ、僕、幼稚園と保育園にいる子供いますけども、将来の夢は何になりたいですかみたいなね、インタビューを、大人の人から受けて子供が答えるっていうことを想定してもらうと分かりやすいと思うんですが、4番目。My dream is to be a doctor. はい。My dream is to be a doctor. My dream is to be a doctor. というふうな英文です。はい。じゃこれを、文章を見ていきますと、まず my dream ですね。my は覚えてますか？私のですね。I, my, me, mine。認証代名詞。代名詞覚えてますか？私の dream。これは何なんでしょう？聞いたことありますかね？夢ですね。夢。まあ、知ってる人もいると思いますが、とりあえず夢というふうにね、ここを書いておきましょう。dream。まあ、大人の方だったら、ドリームジャンボとか言うんでしょうかね。夢のジャンボだと。はい。私の夢は何なんですか？何々ですっていうのは is ですよね。で、次、to be ってなってます。あ、これ、be っていうのは何々になるという意味もあるので、to be でなることですね。なること。はい。何になるのか？ a doctor。doctor っていうのはお医者さんですね。医者ですね。はい。まあ、これは知ってると思いますが、doctor、d, o, c, t, o, r となります。はい。これ医者ですね。で、まあ、ドック、ホニャララっていうのはね、大抵何かを教えるっていう意味になります。はい。なので、まあ、もしかしたら、高校生の方でドクトリンとかね、トルーマンドクトリンとか言われて、聞いたことあるかもしれません。ああいうのはこのドックから来ていて、教義って、ちょっと難しい、言葉ですが、そういうふうな教え方、考え方になるわけで、ドックっていうのは実は、教えるっていうところから来ていて、まあ、ドクターっていうのは医者、ね。何を教えるかっていうから、あなたはこの病気ですよ。こうしたらいいですよ。っていうことを、まあ、教えてあげられる。だからお医者さんなんだということですね。はい、ちょっと脱線しましたが、ここで大事なのはもちろんこの to be ですね。はい、なることっていうふうな、名詞的用法。まあ、別に覚えなくていいんですけど、名詞的用法っていうのでね、これですることっていう意味が意味になってるんで、私の夢は医者になることです。はい。というふうな、意味になります。ここまで4つの文、英文をね、見てきましたけれども、いかがだったでしょうか。これ全部同じ意味で使えてますよね。することって言ってますからね。私は寿司を食べることが好きです。私は海外に行くことが欲しいです。つまり、海外に行きたいです。3つ目、見ることは信じることです。つまり、百聞は一見にしかず。というふうに言いますよね。で最後、私の夢は医者になること。to be ね、なることです。というふうな文章を扱ってきました。これが3つある基本的な用法のうちの1つ目です。名詞的用法でした。次はですね、形容詞的用法。ちょっと意味がわからなく、まあ、形容詞的用法っていう言葉自体がちょっとわからなくなりましたね。なんで、その形容詞的用法っていう言葉自体はちょっとまあ、置いといていいです。要は、どういうふうに使ったらこんな意味になるか、それが抑えれれば、中学校、高校としては問題ありません。なので、次回はですね、不定詞の2つ目の用法、形容詞的用法を見ていきたいと思います。はい。本日はこれで以上になります。ありがとうございました。